ブレンダン・ジェームズ・ワイズはオーストラリアの西オーストラリア州パース出身のプロ野球選手。デトロイト・タイガース時代2005年の MLB ドラフトでデトロイト・タイガースから8巡目指名を受け入団。ルーキークラスのガルフ・コーストリーグでプレー。2006年は A 級のオネオンタ・タイガースでプレー。第16回アイブフ・インターコンチネンタルカップに出場した。2007年は A 級のレイクランドフライングタイガース、A 級のエリーシーウルフズでプレー、第37回アイブフワールドカップに出場した。オフの11月には日豪新前野球日本代表最終強化試合のオーストラリア代表に選出された。2008年は昨年と同様にレイクランドとエリーでプレー、オーストラリア代表として北京オリンピック予選に出場した。2009年は 第2回 WBC オーストラリア代表に選ばれた。この年もエリーとレイクランドでプレー。2010年はエリーでプレーしていたが、5月28日にトリプル a 級のトレードをマットヘンズに昇格。オフにオーストラリアンベースボールリーグのパースヒートでプレーした。2011年はトリプル a のトレードでプレーした。その後 AA 級のエリーに降格した。 オフの12月18日から再びパースヒートでプレーした。2012年、ミルウォーキーブルワーズに移籍し、トリプル A 級のロチェスターレッドウィングスでプレーした。7月20日に解雇。オフの陶器はパースヒートでプレーした。2013年に第3回 WBC オーストラリア代表に選出された2013年6月6日。 夫婦と暮らせのドアネプチューンズに入団した。同年限りで対談した。オフの陶器はパースヒートでプレーした。ありがとうございます。